肌色の色鉛筆。桜ク,クレパスナンバー7薄大々日本人の肌の1、霊肌色のコスチューム肌色系のマイク肌色は日本における色の一つで日本人の多数派にとって平均的であると考えるところの肌の色をイメージした薄いオレンジ色を指す。朝黒く日焼けした肌は肌色ではなく小麦色などと呼ぶ。同じアジア人でも東南アジアによく見られる。 浅黒い肌は茶色や褐色と言われる。英語ではフレッシュに該当するが、これは厳密には日本語の肌色よりも白色人種の肌の色に近い。日本語としては肉色と訳されることもある。近年は肌色やフレッシュほか色調名称としては適切ではない表現として使用を控えられつつある。近年の呼び替えの動きについては考説。 差別意識に対する取り組みを参照。肌色とはここで述べている、人肌と同様の特定の色という意味の他に、多くの辞典類では大まかに、人の肌の色そのものを意味する場合や、器物などの、地肌の色を指す場合もあるとされている。人肌の色としての、肌色は、色彩を表す言語としては特殊な面があり、特定の色を指す場合でも人肌、または、 人肌と密接に関わるものを意図した場合に使われている。例えば下着類や化粧品は肌色と呼ばれるものがある一方で、茶封筒などの人肌とは無関係のものに対して肌色に近い色が存在しても通常は肌色と呼称されず、薄大ダや薄茶など別の表現が用いられるのが普通である。 しかし実関用式名により肌色が特定の色として定められており厳密に特定の色を表現する必要がある場合はその限りではない。色を利用する立場における規制の肌色は汎用性のある特定の色として利用されることがありかつては画材などにも用いられていた。例えば過去には市販の自動向けクレヨンや色鉛筆において 人を描く時のために16色程度の最低限のセットに含まれる色に肌色という故障の色が含まれることが多かった。そのような使用できる画材色が極端に限られている状況下において電球色や月、木材のような微妙な色を表現するためにはあえて肌色をベースに描くことも貴重な手段となり得る。 しかし肌のための色という言語上の固定観念は根強く描画目的であっても肌以外のものに肌色を使うことを無意識に避けるものは少なくない。表現としての肌色が多いという場合、これは素肌の露出が多い色気のあるもののことを示す。人種差別に対する問題意識から人種、個人差、日焼けの度合いによって肌の色は異なるのに、 特定の色を肌色と規定することは、おかしい、としてこの名称を避ける動きがあり、クレヨン、クーピーペンシル、絵の具等で、従来の肌色を、薄大ダイヤ、ペールオレンジ等と言い換える場合がある。アメリカでは、例えば1962年に、クレヨラ社は肌色に相当するフレッシュの故障を、ピーチと呼び換えている。日本では、2000年前後から、 大手文具メーカーが協議の結果として、肌色という故障の使用を取りやめるようになり、2005年から2006年頃には、すべてのクレヨンから、この故障が撤廃された。近年の韓国でも、肌色を意味するは、南王色を意味するか、暗図色を意味する、に言い換えられるようになっている。江戸時代以前、仏教が広く、一般に広まるまでのかつての日本において、この色は、 肉食と呼ばれていた。肉食とは、獣の肉色の意味である。肉食を禁じられた人々は、これに代わる呼び名を考えた。そして考え出されたのが、肌色という呼び名である。肌色という故障を、日本人が、理想の肌の色として育んできた、文化として守る価値のある概念であると考える、意見もあり、故障改正の動きに反対する主張もあったという。 ありがとうございます。